なかなか曲がれません。はい、タンタンどうも、ガオチュウでございます。登らねーと、はい改めてガオチュウでございます。今回来たのは長野県なんですけど、県道国道忘れちった、ループラインとかいうところに来ました。はい、まあ、長野県の北部戸隠の近くかな、はい、ループラインってことはループ橋がある方ありました、正面に見えました。はい、回る回るループ橋どんなんかな、そんなんでぐるっと回るんだよね。これぐるーっと行くんだよね。多分。ぐるーっと360度以上かな。360度かな。はい、回ります。回ります。はい、回ります。ぐるぐるぐるっと回ります。まあいろんなところにね、全国ね、いろんなところにループ橋ってありますけど。まあ、一番近いのはあれか、渋峠行くときに使う橋かな、はい。まあ、ここはその次ぐらいのところですね。目が回る。あ、逆光ですいません。なんせね、360度回るんでどっかしらが逆光になってしまう。なんでループ橋過ぎまして、トンネル入るんだ。トンネル入ります。まあそれほど長い道じゃないと思うんですけどね。あ、窓開いてんのすいません。暑いので今日なんかね、めちゃくちゃ晴れてんですよね。なので窓を開けて走ってますが、風切り音とか、入っていると思うんでご了承ください。そんなんでまたトンネル入って県道の506号線ですね今看板がいやー、トンネルばっか、それも困るな。窓閉めようかな。窓を閉めましょう。うん、その方が静かでいいかな。そうね、今日のお題何にしようか。最近、そうそう、気になったというか、前からそうだよねっていうことわざ。うん、前方にバスがいる風が吹いたら桶屋が儲かるっていうね、ことわざというか、そういうのがあるんですけど、まあ今の状況がそうなのかな。世の中のね、状況がまさにそれなんじゃねえかななんてね、思ってもいるんですけど、風が吹く、窓ちょっと開けます、暑い本当風が吹いたら桶屋が儲かるんですよ。
から、まあ意図してやってるのかやってないのかは分かりませんが、そういうことですよ。風邪ひけばね、薬買いに薬局へ行くだろうし、買い置きしてあればまあそれを使う、足りなくなったらまた買いに行く、まあそういう状況が今の、世の中、どこ行っても、起こってるって感じですかね。なんでループ橋じゃなくてループライン、通ってますけど、稲刈りはまだ、でももうそろそろかな。この辺稲ありますけど、前の方は戸隠キャンプ場行きのバスが走ってますが、これ戸隠山のふもとになるのかな。ということで、ここでもう一回ぐるりと回る。それで終わりかな。はい。まあちょっとバスが走ってんでゆっくりめですけども、はい。走ってみました。ループライン。まあ1回2回半分ぐらいはあんのかな、ここね。ここっちは270度ぐらいで終わりかな。はい。まあそんな道を通ってみました。まあね、さっきの今回気になってることわざというかですけど、風が吹けば桶屋が儲かるというのをちょっと頭に置いとくと、さあ誰が儲かってるんでしょうっていうのが、分かるかと思います。金儲けのためにやってるかもしれない。まあそんなことがあってはならんのですが、はい、あ、この辺天日干しやってんだ、すごいな。天日干しはね、美味しいですよ。あ、これ途半車線、はい、途半車線入りました。なんか後ろからね、来ましたけど1台、はい、かっ飛んでいきましたね。そういうことで、もうちょっとしたら終わりにしたいとは思いますが、もうちょっとお付き合いください。ごめんね。ということで、おっとっとっと、危ない危ない。まあそういうことで、今現在、そういう世の中になってますが、さあ、桶屋さんはどこにいるんでしょう。なんとなく日本じゃないような気はするけどね、そんな感じで、そんな感じで、まあ日本にはそういったなんだろうな、便利なことわざというか、あるなぁと感心しております。はい、ということで、もういいかな。長野県のループライン通ってみました。まだこの先も多分そうなんだよね。まあいいや。はい、ここまでご視聴ありがとうございました。ガオチューでございました。また次回の動画でお会いできればと思います。ご視聴のほどよろしくお願いします。よろしければチャンネル登録なんぞしていただけるとありがたいです。はい、ということで、ここまでにしましょう。ご視聴ありがとうございました。それではさようなら。